はい、石川誠のバンプス TV です。ようこそ。はい、今日はですね、メイドインジャパンの、ブラストラックですね、こちらのマッシブ116っていうスキーをご紹介させていただきます。はい、こちらがね、まあ言わずと知れたメイドインジャパンの、長野の小笠原スキーで作ってるスキーです。で、小笠原スキーといえばね、もう世界のトップクラスの、クオリティを、保ってる、ね、スキーファクトリーですけども、作りはね、半端ないんですよ、やっぱ小笠原のものは。僕もスキーいろいろいじってワックスかけたりとか、エッジいじったりとか、ね、取り付けしたりしてますけど、まず小笠原のウッドコアめちゃめちゃいいです。滑走面、ドフラット、エッジ、すべて綺麗に整備されています。なのでブラストラックのスキーを最初に買ってプレチューンする必要も全くないんですね。で、これはこのまま、まあ、自分の好きなワックスを塗ってもらって滑ることで、素晴らしい滑走ができるスキーなんですね。で、今回ちょっと、ご紹介させていただくのはマッシブ116ですね。パウダー用のファットスキーですよね。なので、これね、僕も実際乗ってます。で、感想はめちゃめちゃ安定してます。なので自分のやりたいこと、自分の操作、自分の実力をね、すごい出せるスキーなんですよね。癖がなくて、なんだろう、こういい位置に乗れて、コントロールが良くて、とにかく安定してますよね。なのでなんだろうな、こうしっかりとね、いろんなロケーションの中でちょっと自信がない時とかもあったり、いろんなこう斜面を滑ってちょっと不安だなと思うようなところでも自分の実力を発揮できるスキーだと思うんですよね。で、この板のね、特徴というのは、まあ、ブラストラック独特のロングノーズですね。これ見えるかな。ロングノーズはもうこの辺からロッカーが入ってるんですね。じわーっと開いてって開いてるんですね。で、ロングノーズの利点っていうのは、まあ早い段階からこう雪がこう下りに当たって、どんどん浮いてくるっていう、この辺に当たってね、じわーっと浮いてくるのがロングノーズの特徴なんですよね。で、ロングノーズをしっかりこう抑えて滑っていくっていう感じなんですよね。で、こちらはですね、サイズは、3種類ですね。これ185センチです。大体うちのお客さんは185なので、185、その下が178センチ、その下が165センチですね。165も女性向けなのかな、女性のパウダーの方に一度ね、乗ってもらったことありますね、うちのお客さんでね。で、185のラディウスが 23.1 ですよ。23.1 はかなり、ね、直進性がある。だけど、これロングノーズなんで、有効エッジっていうかね、接節が短いんですよね。なので、足元の下でしっかりこうコントロールできるっていうか、足裏のね、下で。なので、トップ側のエッジがね、あんまり引っかかることがないです。そこはスライドしていくので、うまくターンできます。で、パウダー用なので、まあ、浮いてる状態の中で、まあ、直進性があるから、そこで自分でコントロールする。そこがね、まあ、安定性につながっているのかなっていう気もしますよね。で、こちらね、そうですね、116もあるんですけど、去年か一昨年か出たのが、マシブ106ってやつもあるんですね。 10mm、細いタイプなんですけども、今日ないんですけど、たくさんの方に乗ってもらいました。すごい評価高いですね、106も。今116ビッグパウダーっていうかね、まあファットスキーですよね。すごい1月2月の今年だからラニーニャだからね、すごい雪降った時に出すスキーで、あとはまあどうなのか微妙だな、今日どうなんだろうなっていう時に、まあ、106なんかをね、出していくと、まあ、ゲレンデでも集めてパウダーもできるっていうね、スキーなんです。
まあ、106もね評価すごい高いですよね、こちらね、マッシブ106、まあ、僕はねマッシブシリーズはもうすごい好きですね。106も116も自分をテストして乗ってますけど、まあ本当に安定してなんか自分の思うようにコントロールができて、でね浮力もあってもう満足できるスキルなのかなと思います。まあ言わずと知れた小笠メイドにメイドインジャパンでね、本当にハイクオリティの好きです。フラックスはね柔らかめですね、柔らかいんですけどセンターはちょっと早いかな、トップは結構柔らかめですね、うん、テールもトップと同じぐらいの感じではありますね。まあソールもすごいいいですよ、シンタードシンタードベース、ね、これはねシンタードベースですね、グラファイトクロスストラクチャー、ストラクチャー入ってるね、クロスもね、まあ、細かいですねこうやって見るとね、ストラクチャーが入ってないぐらい、最近なんかパウダースキンはあんまりストラクチャー入れないんですよね、細かいので、ね、抵抗にならないようにこういう、ね、細かいので、ね、乗るスキンが多いですよね。でエッジがシールです、スチール、のスチール銅っていうことになってますよね、シームレスな、あ細いですねエッジ、すごい、これはね結構デリケートな、まあなんだろう、細くてねすごいキレのいいエッジっていう感じはしますよね、うん、まあ1月2月にこう乗るパワーファットスキーなのでエッジあんまりやっちゃうことないですよね、うん、1月2月に、まあ、これなんか色いいですね、なんだろうこれ、木目調でもないんですけど、なんかちょっとゴールドっぽい感じ、ちょっと高級感ありますね、なのでまあこれはそんなにチューンナップしなくても、もうチューンナップしてありますから、まあ1年2年乗ってもいけるかな、エッジだけはねちょっと気をつけた方がいいと思いますけど、はい、うん、よくタワームーフレックスって書いてありますよね、説明にはね、メーカー、まあ、確かにタワームーだから116ぐらいでもちょっとしたゲレンデだとね角度付けもできるし、うん、滑れるのかなっていう気はしますよね。まあ、ブラストラックはね、デモセンターもあるし、試乗会もよくやってます。いろんなところでね。でうちのお客さんも、たくさん乗ってもらってます。まあ小笠スキー、ブラストラックの良さをね、知ってる方が多いので、こちらもね、ぜひ試乗ね興味ある方はねしてみてもらえればなと思います。だいたいその年に何回かはやってますね。僕の知ってる限りでは、日本全国各地で、試乗会やってますので、ぜひね試乗してみてください。今年の試乗リストにぜひね入れてもらえればと。種類はねすごいたくさんありますよ。これ今日ファットスキー紹介してますけど、細いスキーもあるし、まあ、フルロッカーのスキーもあったり、あとはねちょっとコブとかも対応できるようなねカービング系の板もあったりとか、まあフリーライドスキーなんですけど、まあ基礎スキーでもないフリーライドスキー、うん、であまりちょっとこうね特化したというか、あまりこうハードスペックじゃない、フリースタイルスキー、フリーライディングスキーをね求める方なんかにはおすすめだと思います。ぜひね、また試乗会情報なんかもね分かり次第、こちらの YouTube でねまた、発表させていただきますので、ぜひ、今シーズンのね試乗リストにね入れてもらえればと思います。今日はねこんな感じで、メデンジャパンのブラストラックスキーを紹介させていただきました。はい、今年もねあと1ヶ月でシーズンですよね。まあ立山だったらもう、うん、もう本当に1ヶ月切って、多分シーズンインされるのかなと思うんで、ぜひぜひね最後皆さん体の調整をねしっかりして、スキーシーズンをねお迎えください。はい、ではじゃあ次回の動画をね楽しみにしていただいて、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。はい、ではさようなら。